皆さん、私,は私が今からこれ、医療分野について話させていただきますが、その前に一つ質問させてください。皆さんが持っているお金、貧富の差、それが皆さんが将来受ける医療、ひいてはそれから直結する健康、その差に直結する社会、このような社会について、皆さんはどのように感じるでしょうか。 現在の日本の医療は、皆さんよくご存知のとおり、国民皆保険制度という制度のもとに成り立っています。このような制度のもとでは、もし皆さんが風邪を引いたとして、全国どこでもすぐ周りの診療所に買って、保険証を提示して、おそらく3割負担で安く、ちゃんとしたお医者さんの診療を受けることができます。 皆さんが生まれた頃からずっとこの国民皆保険制度はあるわけですがこれが世界的に見ると非常に成功した医療の形態であるということを皆さんはどうやけ認識しら,しらしましたでしょうかこのことを分かっていただくために例としてイギリスの医療と比較してみたいと思いますもし皆様が同じようにイギリスで風邪をひいたらしましょうそうすると おそらく日本の場合よりもいくぶんかつらい思いをすることないかもしれません皆さんがイギリスへ数邪くとまず最初にジェネラルプラクティショナーという家庭医の診療を受けなければなりませんそのジェネラルプラクティショナー家庭医の診療を受けるまでに彼か日数は1日か2日それだけファーストラッチの医療に接するまでに時間がかかりますそそしてそれからさらさに より専門的な総合病院での高度な医療を受けなければならないと診断されるとき、その総合病院での医療にかかれるまでに待機時間があります、その平均期間、約半年です。このような事例と比べて、おそらく皆さんはいかに日本の医療が素晴らしくハイクオリティーかということを実感されるのではないでしょうか。で私個人的にも 我が国の国民介護権制度は、世界最高の日本が世界に対して誇るべき一番の制度だと思っています。ただし残念ながら、私はこの日本の制度が将来ずっと続くとは思っていません。その一番の理由は財政なんです。国民介護権制度は、将来いずれ見直されなければならないと思っています。 その見直した結果、どのような医療に転じてきるでしょうか、私はこのように考えます。新しい医療制度では、地上原理が導入されます。その時代の最高の医療、一番効果ある薬、最高な医療機能素材、それらを用いた医療にアクセスできるのは、お金を持った人のみです。お金を持っていない人たちは、 それまで認められているごく一般的な標準的な医療に甘わざらえませんこのような私が考える日本の医療制度将来の日本の医療制度について皆さんはどのよう,うに感じるでしょうかこのことについて考えていただく前に考えていただく上でもう少し日本の現在の医療について話させてください皆さん 日本の医療は実は最高クラス、世界でトップレベルだということをご存知でしょうか。国の医療の水準を見る上で、一つの指標となる乳児死亡率、日本はその指標において世界最高クラスです。同じように、皆さんよくご存知のとおり、国民の平均寿命、男女ともに、これも日本は最高クラスです。 しかしだからといって、日本はそれほど医療に対してお金をかけているわけではありません。このように、日本は世界で見て、比較的安価で、非常に高水準な医療を提供していくことになります。しかし、このように安価といっても、医療費をはじめとする社会保障費は、日本の財政を強く圧迫しています。 その一番大きな原因とされているのは、日本の急激な高齢化です。このグラフが示すのは、日本国民の平均的な障害医療費です。それを年代別に、年齢別に集計しました。これを見てわかるように、70歳以上の高齢者が、障害でかかる医療費の実に半分以上を占めています。人は 高齢化すればするほど、より多くの医療費を消費します。このことをより具体的に見てみましょう。ここに写っている薬は、高血小板薬、高圧薬、脂質異常症に対する薬、糖尿病改善薬、骨粗鬆症薬、骨代謝改善薬等々、これらの薬は、日本において多くの高齢者が毎日、日常的に内服しています。 このようなことだけ見ても、いかに高齢者の方々が多くの医療費を消費するかというのが分かるのではないでしょうか。そして、そのようなより多くの医療,を医療費を必要とする高齢者の方々は、日本で急激に増えています。2015年現在、日本の人口の約4人に1人は60歳65歳以上の高齢者の方です。 そしてその数字が2030年には3人1人、そして2060年は実に2.5人に1人増えます。このように急激に高齢者の方々が増えていく中で、日本の医療費がそれに従って増大していくとは至極当然のです。しかし、そのように急激に上昇している社会保障費、医療費をはじめとする社会保障費、一方で、 よくグラフを見てください。教育費などの他の重要な予算が削られています。このような状況の下で、国は現在、医療費を何とか削減しようと奮闘しています。しかし私はこのような政策の末に、現在の日本のような高水準の医療がなおたまたれるとは思いません。それは、医療のカウンターパートナーのある介護保険について見てみれば明らかだと思います。 2006年以降、日本の介護保険制度は財政難に陥っており、その結果、国は、療養病床という、介護を必要とする老人のための病床数を削減しました。その結果、何が起こったか、受け皿がなくなったんです。介護を必要とされる独居老人の方々が、必要な介護サービスにアクセスできずに、 自宅で孤独死ししてままいますそのような孤独死の事例が現在急激に増えています東京23区だけでも毎年4000人もの方々が老人の方々が介護,をし介護を必要とされる老人の方々が孤独しているそのように 圧迫された財源を何とか弔辞らせようと、費用を落とすことで、その最低限の介護サービスすら提供できなくってしまう。私はこれに医療費の将来も重なわせてみてしまいます。このような状況を打開するために、私は何が必要かと申しますと、日本の医療に市場原理を導入する必要があると思います。つまりどういうことかというと、 今現在、日本の医療は医療提供者側が提供する医療について科学を決定することはありません。あるある診療講演について国が一律に科学を設定しています。私はそのような国家統制を除外する必要があると思います。そのの結果どのような医療が 見せられるかということを具体的な例をもって考えてみましょう。例え皆さんいかようになったししましょう2つの病院の選択肢があります、病院 A と病院 B。一方の病院 A では、入院してから退院するまで、治療にかかる日数は31にしましょう。オペを出頭する医者は、私のような未熟なお医者さんです。訪合した結果、訪合はむけかずに、その後が残ってしまったり、合併症がたま出てきてしまうかもしれません。 で病院に関しては、機能はします、機能はしますが、そこまできれではありません。で、かかる医療費は60万円としましょう。一方で病院 B、病院 B は入院日数が10日間短く20日、で、オペを出頭されるお医者さんは超ベテランです。病院の内装もホテル倍のケースだとしましょう。かかる医療費はちょっと多くて70万円。もし皆さんがお金を十分に持っていた場合、A 病院と B 病院、どちらの病院を選択されるでしょう。おそらく 多くの方々は B 病院を選択されるでしょう。ただし、日本の現在の医療制度では、国が医療の診療行為について一律に確保を決めているため、このような価格の差は生じません。B 病院のような理事長が内装にこだわって、医療サービスにこだわって、いいお医者さんを引っ張ってきて、そのような経営努力を重ねた場合でも、患者さんから徴収できるお金は A 病院と同じ60万円です。ここで皆さん、B 病院の理事先生の立場になって考えてみてください。患者さんのに与えるサービスの向上のために、先ほど申し上げたようなきれいな病院、高い医療器具、洗練された設備、いいお医者さん、それらのような経営努力をしても、患者さんから徴収できる票が変わらなければ、そのような苦労を、経営努力をする気になりますでしょうか。 もし医療提供者側が自分で価格を調整することができなかった場合、B 病院のようなハイグレードの医療は提供することはなかなか難しくないそうです。私はお金を十分持っている人、そのような方々が自ら進んでいくところから医療費を出して、お金を循環させる、そのような社会に転換していかないと、先ほど申し上げたような 医療の,旗の丸がないいと思いますただし、そのような転換をするにあたって、非常に大きな障壁があると思います、それは、正式に強いリーダーシップを持っている方の不在でもなく、厚生労働省の方針でもなく、政府に十分な人員がいないことでもなく、私たち国民一人一人のパラダイムだと思っています。 先ほど私の例で、お金を持っている人は、そのお金を使って、それ相応のハイレベルな医療を享受できると、そのような形を申し上げました。ただし、その状況を裏返してみれば、お金を持っていない人は、それまで提供されていた強制的な医療に甘わざれないということです。皆さんの健康に直結しようような医療の分野で、 そのような富による差別が認められていいものか、多くの方々は、そのような感じをお持ちになるのではないでしょうか、実際、日本医師会も、医療制度に市場原理を導入することに反対しています、これは日本医師会のホームページから取ってきました。ここに書いてあるように、お金の意味で健康や生命が左右されるようなことはあってはなりません。 すべての国民が公平平等により良い医療を受けられる環境でなければなりませんこれは日本国民の一般的な感情を代表していると私は感じますしかし冒頭に私は申し上げましたようにこのようなパラダイムの上に立ってはこれから日本が迎える明らかな医療の崩壊これは免れることはできないと思います 日本は医療に指導原理を導入して、今後そのような状況を回避するべきです。というのは、実は意外に恐竜かもしれませんが、医療に指導原理を導入することで、より高い医療を享受できるのは、お金を持っている人だけではなく、そのような余分なお金を支払えない一般的な方々もだからです。 もし医療提供者側が自分で、自分がいる、自分が提供する医療の価格を設定できるようになれば、医療機関側、互いに競争して、より良い高い、より良いサービスを、より高度な医療技術を、切磋琢磨して磨き上げます。インフラに関しても、お金を持っている人が進んでお金を通すれば、 その他の原に病院はより高度な医療機器業を,を使えるのは、先ほど申し上げた、お金を持っているだけではなく、それ以外の一般国民全員です。このようにして、結局のところ、医療に市場原理を導入することは、今、日本に重くのしかかっている医療コストを、医療マーケットとして捉え直すことです。 医療マーケットでは価値ある医療に対してそれ相応のお金が循環します。そのお金をもとに国家財政に負担をかけることなく国民全員がよりレベルの高い医療を供給することができます。日本の医療制度の改革は待ってなしだと思います。今の高い日本の医療技術これが伝えることなく後世までずっと存続できるように 日本の医療に向けたこの提言に皆さんの記憶き票をどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたではもう一度皆さんに意思表示をしていただきたいと思います岡崎さん確認のためにもう一度マニフェストいいですかはい日本の医療に指導原理の導入を 賛成の方は青反対の方は赤をお出しくださいよろしくお願いしますおおすごいひょっとすると赤の方が多いのかもしれませんはいああ7割方赤ですねありがとうございますではガチガチの議論を期待してますので質問ある方お挙げくださいじゃあえっ、ー、と奥の男性の方一人えっ、ー、と今手挙げられてる方ですね はい、そのまま上げてください、はい、と、えー、真ん中の水色の服を着た女性の方、えー、と前から1、2、3、4、5、6列目ですね、はい、もし時間がありましたらもう一度当てますので、はい、今、先ほど手を挙げられた黒い方、もうちょっと右の方ですね。 ごめんなさいもう一度上げてもらっていいですか当て当てきれてなかったかもしれないです質問の方もう一度手を挙げてくださいでは一番前の男性の方にしましょうはいではお願いしますはいえっとお話ありがとうございましたえっと興味深く聞かせていただいたんですけれども、えっと、お話の中ですごく疑問に思ったことが、えっと、どの人を一番救いたいんだろう ということにえっとすごく疑問を持ちました。その点についてえっとお答えいただけると幸いです。お願いいたします。じゃあもう一人続けていきましょうか。はい。はい。えっとちょっと質問かぶるかなと思ったんですけど、要は平等主義っていうところがなんかボトルネックになるっていうのは分かっていて、多分導入するっていうのも要はアメリカに近い形になっていくのかなと思っていて、で。 要はなんかアメリカにこう日本がこう向かっていこうみたいな風潮が今ある中で、まあ、できてないのかこの平等主義っていう国民性に僕は帰着するんかなと思っていますだとこの市場原理を導入するっていうのはなんか頭の中では多分みんな分かってると思うんですけど導入できないのがその平等主義っていうのを打破できないことだと思うんですよなんであのもしこの市場原理を導入するにあたって、まあ、賛成するっていう投票をするには この平等主義っていうものをいかに打破するのかっていうところに対するソリューションがいるのかなと思っていてそこ点に対してどう思っているのかなっていうのを教えてほしいですでは一人目の方からお答えください、はいはい、そうですみません、あの人目の方に、えー、と質問をもう少し詳しくお伺いいしししてよろしいでしょうか内容としては、えっと、などの人をそもそも救いたいのですかっていう話でお医者さんになられたときにこう多分 場人を救いたいいたたととかうう気持ちがあったと思うんですその中で順位をつけてしまうのではないのかなっていうところに疑問を持ったのでお伺いしたいです <laughs> なるほどえっ、ー、とうん私の個人的な感。えっ、ー、と超個人的な話になってしまいますが、えー、と私が医学部をついこの間卒業したんですが、えー、と最初はその人の命に対してもちろん身内の方 病気で苦しんでいる人は結構おりましてその人たちを救いたいという思いがあって最初に医者になろうと思ったんですがでそのことをよりその身近なものとして感じ始めたのは病院実施が始まってからです、病院実施が始まって実際、その,そのセ,ビアセビアというかその重い病気の患者さんを目の前にしてその,その方々の健康により寄り添っていきたいというような思いがありました。患者さんが死亡する されるようなことも何度かありましてそういうのを経てから自分が将来失ってその運命的にその運命の道に導かれてその私のもとで診療を受けてくださるようなことになった患者さんに一人一人に対して誠意ある医療を提供していけたらいいなというふうに今は思っていました。ただししいいいろろ勉強していく中で 彼女は自分の目の前で見える、すごいタンジブ,ルタンジブルな患者さんだけではなく、自分が見えないところでも同じように苦しめる方がいらっしゃると思いました。で実際、えーと、92歳のおじいさんでうん、92歳の誕生を迎えたその日の夜に、看護師さんとお祝いしてで、そのおじいちゃん、翌日亡くなっちゃったんですね、急性肺炎で。その時ひどひあ非常にショックを受けました。そののような経験をしたのが 私が実習していた東大病院ではなくその、えー、と外病院で実習させていた仙台の病院でしたでそのように自分と離れているところで同じようにそれ以上に苦しんでいらっしゃる方々がたくさんいるとそういう目に見えない患者さんに対しても働きかけていくような姿勢が必要だとで結論といいましては今、非常に私に迷っています目の前の前患者さんか一方で私が 直に触れることはできない一般的な患者さんか、はい、回答になってますでしょうか、はい、えっと、質問としては、そもそも誰を一番救いたいんですかって話だったんですね、なので、そこにお答えをいただきたいと思います迷っているということです、で、この医療制度に関してですか、それはということは。 そうですね、えっと、そもそもその先ほどの方の質問にもあったと思うんですけれども命に重さをこうつけてしまうんじゃないかなって重さ、軽さをつけてしまうんじゃないかなとその中でどの人を一番救いたいんですかっていうふうに思ったから質問をいたたししました、えっと、このことは多分回答はありませんしあの私含めて。 あらゆる医療従事者の方々が常に評のを並んでいることだと思いますで限られた医療従事の中でどのようにしてあの国民の方々皆さんの私たちの健康を最大限化するかその制度を考えるのは私たち国民だと思いますはいありがとうございました二人目の平等主義をどう打破するかというあ、すみません質問された方失礼します えっと、平等主義をどう打破するかって、その平等主義がそのボトルネックになっているっていうことについてなんですが、私はそれボトルにな、ボトルネックになっているっていうことに関して、それはあのこのような市場原理を導入するというような選択ができないことにそれが表れていると思います。で、それをどう打破していくかっていうとあの、一番は皆さんに考えていただくこと、現状を認識してもらって、その上でどのような制度が一番いいかということをご自身で考えていることだと思います。で えと実際どのようにして平等主義を実際の制度の下で出した形にしていくかというと私がその先ほど申し上げたように医療提供者側が自分たちが提供する医療に関して科学決定権を持つことだと思います国が一律に医療費を決めているそのような現状から 医療提供者側に科学決定権を移すということです時間がないと思うので、まあ、手短なんですけどなんか要は、その規制を要はあの取っ払っていかないといけないという中で多分投票している層が要はあの投票権を持っている大多数だと思うんですよね。その人たち所得低いいじゃないですか だ所得が要はそのお金がいっぱい持ってない人たちがあの投票権たくさん持っているっていうなんかある種なんか矛盾になっているなと思っていてだからそこを解決するためには平等主義っていうのをまさにこう改革していかないといけん改革しないとそもそも規制の緩和っていうところにあの民意が反映されないと思ってでそれがまさに今こう投票この場でしたにもかかわらず。 運営者の方がおっしゃってたように、まあ、7対3で反対っていう状況になっていると思うんで、まあ、そこの部分を変えていかないかあり選挙とかそういう場で、まあ、今の市場原理の導入っていうのはう果たされないのかなと思ったんで、まあ、あのそこについてどうなのかなっていう意見を受か,かったって感じなんですけどえとそれはその選挙制度の不備についてそれをどう私の立場で。 アプローチでいいいかっていうそういううそことでしょうかあ、えっと、選挙に関しては要はその規制っていう部分の緩和の一個のプロセスの要手段なんで、まあ、他にう多分こう市場原理導入するためにプロセスいろいろだと思うんですけど要はその変えることを OK だよっていう国民の人たちの大多数が、うん、要は今の市場原理で被害を被る人たちっていうあの反対になっちゃってるっていうのが僕の意思なんですねうん、うん でそこの部分のボトルネックが平等主義っていう部分だからそこの部分を逆転させるためにはそもそもこう、市場原理を導入することによってメリットを享受しない人たちがその,その状況を OK っていう認識をしないと変わらないと思ったんですよ、はいはい、だからそこの部分がボトルネックになっていてそこの部分を変革しない限り市場原理の導入っていうのは、はい、概念としてはすごい賛成なんですけど、はい、実現可能性の観点どうなのかなと思ったって感じですうん、えっと、時間のときからありますか はい。えっとこれは他のあらゆる制度についてあの同じかと思うんですが、えっ、ー、とまずこの制度に関しては、えっ、ー、とすごく実感できるメリットとそのより止めない方々、えっ、ー、とハイクラスではない方々が実感できるメリットが分かりにくいっていうのがあると思います。あとそれがそのえっ、ー、と短期間長期間っていう違いもあると思います。あのもちろんその値段が変動して一番 今日えー、とサービスが変わってで、えー、と一番最初にそのううメリットを享受できるのは、えー、とそのお金を持っていた人たちですただしそれが普遍していって全体の医療サービスが上昇でた時まで時間がかかるのであの、えー、と認識しづらいんですねその一般の大多数の方々がそのメリットをただしそのメリットは確実に私はあると思っていますで、えー、とそれをいかに認識してもらって いただくかっていうのは、それはこのような提言しているものの、えっと、発信する責任とか、そういうことにつながっていくのかなと思います。ありがとうございます。いや、本当に難しい議論だと思うので、じゃあもう一度この議論を踏まえて、ちょっと難しかったかもしれないんですが、最後に皆さんに意思表示していただきたいと思います。この、えー、医療… の分野に市場原理を導入するということに賛成の方は青、反対の方は赤をお見せください。どうぞお願いします。なるほど、やはり赤が多いですね。はい、ありがとうございました。岡崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお迎えください。